Hey, what's up, friends? Long time no see. I haven't recorded this game in 2 months. Or actually, it's closer to 3. Alright, I forgot to put this shit full screen again. Looks like that hasn't changed, right? Alright, let's do that. Alright, there we go. Let's talk to Morgana. Yosh. All we can do now is hope that Makoto does well at tomorrow's panel. Right, I actually, forgot what was going on. Well, not really. I checked the last episode. Oh yeah, it was a culture festival. That's right. Let's go to sleep for today. All right, I did everything I could. Don't worry, I'm sure it'll work out. So let's go to sleep. Sleep. If the quality of this video is a bit lower than usual, I'd like to apologize for that, but, you know, I have about 16 terabytes of recorded video games from the past that I've never released on YouTube. And I don't want to kind of remove them, but I'm also too lazy to edit. でも殺人はしてないと。真犯人の目星がついてるのか、それとも怪盗団の正体に気づいてるのか。そこんとこうまく聞き出してくれよ、頼む。誠、正直言ってどのくらい進んでいます？怪盗団の捜査、差し支えない範囲で。いきなり確信ついてきますね。差し支えない範囲ってことで話すと、テレビやネットに出てるのが全部です。まだ足取りはつかめていませんし、犯行の手口も未だ判然としません。なるほど。国家権力をもってしても逮捕は困難を極める、そういうことですね。あまり大きな声では言えませんが、まあそんな感じです。お答えいただきありがとうございます。ところで、明智さんは怪盗団と殺人との関連を否定されたそうですが、怪盗団の不正義を訴えてきたあなたがなぜ殺人をしていないと言い切れる根拠は？尋問慣れてません。まるで女検事さんだ。失礼しました。私自身興味のあることだったので、つい。改めてお聞かせ願えますか？怪盗団を悪だと訴えていたあなたが、怪盗団の無実を主張する理由を。まこちゃん、畳みかけるね。質問攻め。これまで怪盗団に改心された面々は、奥村も含めいずれも劣らぬ悪党です。なら、なぜ奥村だけが殺されなければならなかったのか。なぜなんです？その理由、少なくとも僕には見つけられなかった。だからこそ、この件は怪盗団とは別だと考えるべきだと思うんです。それに、もしもの話です。怪盗団が僕の知る彼らなら、殺しをするなんて思えない。 What？ 今の発言、警察はすでに正体を掴んでいると。いえ、警察もまだそこまでは。でも僕は目星ついています。怪盗団の正体。ハッタリだっての。こ
声でかいって。嘘だよね。でも本当だったら。聞かないんですか、怪盗団の正体はって。本当にいいんですか、いろいろと差し障るのでは。はあ、ナイスワン。あくまで試験ですし、ここで発表するぐらい構いませんよ。でもひょっとしたら今日皆さんはマスコミや警察より先に真実を聞くことになるかもしれない。真実って、あいつ何言う気だ。すごい自信ですね。そこまでおっしゃるなら分かりました。ではお聞きします、明智さんが思う怪盗団の正体とは。バカか。いや、どうせ証拠なんてないはずだ。怪盗団の正体、それは皆さんもよくご存知の人たちだ。僕のだ、すみません、関わっている立場上携帯切れなくて。ちょっと10分ほどいいですか。それでは恐れ入りますが一旦休憩といたします。10分後に再開いたします。マナー悪いぞ明智とかネットで叩かないでくださいね。どこか借りられます？体育教官室なら。君も来てほしい、話しておきたいことがある。昨日のお友達来てるんだろ、彼らも呼んでほしい。いいかな。仕組んだの。10分しかないよ。うん、話って何？嘘、でっち上げだろうが。なんなら動画もあるね。え、しらを切るのはやめようよ。君たちもあっちの世界に行けるんだろ。 Us too。 君たちだけじゃない、僕もあの世界を知ってる。向こうへ行くと格好が変わるのも知ってる。あの不思議な力のせいなんだよね。僕があの世界を知ったのは1ヶ月前。いつの間にかこんなものがダウンロードされていたんだ。おい、これナビ。アプリが起動したと思ったらいきなり周囲の景色が変わって、僕自身正直まだ信じられないよ。でもこの写真を見る限り君たちは随分慣れているみたいだ。黙って聞いてりゃ妄想で喋ってんじゃん。君たちは異世界で怪盗行為をやってる。同じ力を持っているからこそ僕は確信を持って言える。違うかい？うん、You're right。 認めてくれるね。実を言うとね、まだらめのあたりから君たちのことは気になっていた。でもまさかこんなことになるなんて。私たち殺してません。僕もそう思ってる。確証があるの？それは僕が別の真犯人を見たからだ。マジか。誰よそれ。顔はわからない、仮面をかぶっていたからね。実はこの写真を撮った時僕もあの世界に入ったんだ。そこで君たち以外の動いているやつを見た。そいつは僕を見つけるなりいきなり撃ってきた。 Yeah, right。 そいつが奥村社長。おそらく、少なくとも僕は殺されかけた。こんなところで死ねない、真実を突き止めなきゃ、そう強く思った時あの力が覚醒した。そこは怪我の巧妙かな。こいつもペルソナを。この猫確かに喋ったよな。モルガナ、私たちに異世界のことを教えてくれた仲間、
本当？信じられない。いや、でも事実、君たちは僕の知らないことも知っている。ねえ、モルガナ君、海神の手引きも君がしたのか？僕もあの世界を体験して、でもその謎だけはまだ解けていない。異世界、我が輩たちはパレスって呼んでるが、そこで欲望のコア、お宝を取る。それで取られたやつは改心するって寸法だ。そんな手口、確かにわかるはずない。スカ、さっき話したやつ、そいつのせいでこんな目に遭ってんのかよ。方法は知らないけど、君たちがしているのはあくまで改心だ。殺人犯は他にいるけど、警察は怪盗団を犯人だと決めつけて、このまま逮捕する気だ。そんな、私がお父様を殺したなんて。そんな間違いを見逃すわけにはいかない。だから僕と取引してほしい。僕なら君たちの状況を救えるかもしれない。取引？真実への捜査に協力してほしい。断ったら警察に話すしかないと思ってる。さっきの動画と一緒にね。脅しじゃねえか！何とでも言ってくれて構わない。これが僕なりに正しいと信じる方法だから。人の命を奪うことをためらわない悪党、そんなの僕の正義にかけて許せない。正義？君たち怪盗団の捜査を指揮するのはサエさんだってことは聞いてるね。上の連中は事件の収束しか頭にない。精神暴走事件の犯人を捕まえて、この騒ぎを鎮静化させたいと考えている。そんな連中がプレッシャーをかけるんだ。サエさんは相当焦っているはずだ。俺たちがやった証拠は？どうやって証明する気だ？司法の客観的解明がなくとも、因果関係が認定されたらそれまでだ。彼女は正常な判断ができていない。追い詰められたら、そうだな、自白をでっち上げるかもしれない。でっち上げ？全部俺らのせいにすんのか？それもてめえらの勝手で。私たち人なんて殺してない。なのに捕まるの？捕まれば有罪、しかもかなり重い罪になるだろう。わかんな、何一つ納得できねえ。残念だけど僕一人じゃもうこの流れは止められない。だから協力？そう、代わりに君たちのことは見逃す。それが条件だ。もっともこれっきり怪盗からは足を洗ってもらう。どうする、明智との取引？ You're demanding a lot。 そうか、かなり譲歩したつもりだったんだけどね。まあ今ここで決めなくてもいい。君のことだ。きっといい返事をもらえると信じている。I can sense a bond of trust coming from Akechi. Alright, I gotta be right back. It's only gonna be a second for you guys, of course. I don't know why I keep saying this. You never know if I wouldn't tell you. Yoshi! You will now earn more XP from Arcana Burst, infusing personas of the Justice Arcana. Hanasete yokatta.久しぶりに有意義な時間を過ごせたよ。君の答え楽しみに待ってる。今日はわざわざ来た甲斐があったよ。いろいろとね。そろそろ戻らないと。ってことでごめん、講演会はお開きでいい？もともと僕を呼んだのも情報が欲しかったからだろ。僕の方も要件は終わったから。適当に処理しとく。完全に向こうのペースじゃねえか。I'm eating yogurt, but that cracked me up. 行くぞ。ん？What the fuck? What was that?
急にすみませんでした。急ぎの仕事が入っちゃって。それで申し訳ないんですけど、今日はこの辺で終わりに。講演会を予定していた時間には代わりに落語研究会による怪盗団の捜査、詳しいことは言えないですけど、でもまた近々大きな動きがあると思うんで、ぜひ今後も注目してください。本日のゲスト、明智五郎さんでした。本当にあれでよかったの？誠の提案、逆手に取られちゃったね。ああ、情報を引き出すつもりが、まさかこんなことになるとはな。どうする？受けるのか？証拠を握られてるんでしょ？選択肢ないじゃん。くそ！どうしたらいいんだよ！落ち着け、龍二。落ち着けるわけねえだろ！どうすんだよ！こうなった以上、頭を冷やして考えるしかないだろう。向こうから連絡が来るまでに、こちらの態度を決めないとな。じっくり考えるか。うんうん、That was fucked up。 今年の春にも同様の事件が相次ぎましたが、その後一旦は沈静化、ここに来て再び事件が多発しています。なお今回の事件では、精神暴走を起こした容疑者のもとに怪盗団から予告状が届いていたとの情報も入ってきており。なんで双葉のところにこんなもんが。今回の事件、予告状が届いたのであれば怪盗団の犯行と考えて間違いないですね。そうなると春に起きた連続事件も怪盗団の犯行ということに。やっぱりあいつ、なんてこった。なんてこった。 Oh man。 まもなく体育館で高野祭を始めます。皆さんぜひご参加ください。Do you have any plans after this? All the girls are bombarding me with questions about Akechi. I don't know any of the answers they want either. Oh, I know. Why don't we go to the post-festival party together? Looks like I've received some messages. The post-festival party is about to begin. Would you like to go together? I tried to think about what happened earlier, but that has gotten me nowhere. So I could use a change of pace. How about it?Boy. Yo, you want to go to the post-festival party and try to calm down? We can't really decide on what Akechi was saying anyways. I'm still pretty pissed about it though. Well, Mishima's here with me. You should join us. No. Who should I go to the post-festival party with? Well, of course with the bae. That sounds good. I'm glad to hear that. It'll be a nice change of pace. Well then, I'll head over to the gymnasium. I should head to the gym.Deedly doodle. はい、ダンス同好会による素晴らしいダンスでした。もう一度拍手。はあ、ごめんね、上の空だ。明智くんのこと気になっちゃって、やっぱりあの人にはかなわないのかな。Hey, don't worry about it. ありがとう。さてさて、次は毎年恒例、囚人生の主張。拍手。 Wow, nobody gives a fuck. 毎年盛り上がらないんだけどね。どういうわけか、ご年配の先生方の一押しなの。さあ、どなたか主張してくれる人いらっしゃいませんか？こちらからご指名しちゃいますよ。お、指名制にするんだ。今年の実行委員はできる人だね。お、会長発見。バック。え、
とダメ。I'll never forget you. 使うとこ違う。会長、お願いしますよ。こちら皆さんご存知、我らが生徒会長、新島誠さん。どうも。会長。鴨志田氏の不祥事や校長の突然死、さらには修学旅行の引率まで、受験を控えた身に降りかかる難題、主張がないなんてことあるでしょうか。それでは行ってみましょう。会長の主張です。会長、別にないです、主張。Makoto is in trouble. I need to change the subject. I've always loved you.The guy yelling. いい晒し物だね。高野菜の時間、あんなに長く感じたの初めて。よくあそこであんなこと言えたね。I couldn't ignore you. え？そうだよね。私完全に言葉に詰まってたし、助かったよ。ありがとう。意外って言ったら失礼かな。頼りがいがあるんだね。お姉ちゃんも前に言ってた。旦那さんにするなら包容力のある人。あ、忘れて。Could you say that again? Husband? もう。明智くんのことはあったけど、高校生活最後の高野祭はずっと思い出に残りそう。あ、これ。We got Makoto donuts. よかったら。It looks delicious. うん。帰りましょうか。うんうん。Haven't a lot of people been losing their minds lately? Meh. Yeah, there's been a sudden increase. I bet it's because of that fan site. I heard the victims were on the rankings there. We should really be blaming the people who requested it. Really?
You know what? Let's keep going for this episode. What? You took off somewhere during the festival, huh? Try to find you, but I gave up pretty quickly. Futaba, what are you doing here in front of the store? I needed to calm my brain. My thoughts were getting out of hand. Not just Akechi, but other stuff too. We're in deep trouble, unless we can do something soon. But anyway, I was just thinking about going inside. So, your timing is perfect. Let's go.最近何かとマスコミがうるさくてね。怪盗団対策未だならず、警察の手たらく、安全神話の崩壊、好き勝手言ってくれるよ。で、捜査の進展は、何か手がかりは？確信に至るものはまだ。どうなってるんだね。賞賛があるんじゃなかったのかね。失敗は許されないとも言ったはずだ。困ったね。このままじゃ君、出世どころかここにいられなくなるよ。そんな。期待していたつもりだが、やはり年若い君にこの任は重すぎたか。人選も含め作戦を練り直す必要があるのかもしれないな。最後までやらせてください。この事件は私がずっと追っていたのは知っている。警察が人も割いていなかった当時からな。逮捕にこぎつければ署内で君が尋問できるよ。特別に話もつけてある。それが望みだろ。国のトップが変わろうとしている。この件を持ち越すわけにはいかないのだよ。言っておくが、失敗は許されないからな。結果を出してくれ。わかりました。少しくらい大胆な手に出てもいい。必ずいい結果をな。ああ、そうだ。不測の事態が起きたらすぐ私に連絡を。部長に。失敗は許されないと言っただろう。I see where this is going now. いい、手はず通りです。I see. ただいま。掃除ろ。掃除してたらよ。出てきたんだ。予告状だろこれ。ネットに出てるもんな。勝手に部屋に入ったな。そんなの後でいくらでも謝ってやるよ。なんだこれ。それはうろたえるような代物か。やっぱりただのごっこじゃねえわけか。なんで黙ってんだよ。なぜ取っといたんだ。だって思い出。説明しろ。説明。話せないようなことなのか。説おい、このままじゃ双葉が。Jesus Christ. Don't blame Futaba. ほう。担当直入に聞くぞ。こいつは本物なのか。お前はその改心させられたのか。どうなんだ。お母さん死んで。ずっと出口なかった。心の迷宮閉じこもってた。いつか出なきゃって思って。でも自分じゃできなくて。双葉、そこ座れ。話だけは聞いてやる。怪盗は助けてくれた。ダメな心盗んでくれた。お母さんの研究と一緒。私の認知変えてくれた。マジかよ。
認知を変える若葉の研究、まさかとは思ってたけどよ。Well, when did you notice? 医者でもサジ投げたってのに、いきなり海行くとか来たもんだ。はじめは子供同士にはかなわねえなとか脳天気に考えてたがな、店のテレビで日がなワイドショーを見ててふとよぎったんだよ。双葉のことは怪盗団とかって話と似てねえかってな。すごい。これでもお前の保護者だ。こんなでかい変化見逃すかよ、総次郎。でもまさか怪盗団の改心と若葉の研究内容が一緒だなんてな。俺な、昔は役人だったんだ。国と若葉がいた研究所の橋渡しみてえな仕事だ。知り合ったのもそん時だ。あいつがな、酒の席で妙なことを言ったんだ。近いうちに妙な死に方するかもってさ。そんなの冗談だって思うだろ。俺適当に流しちまってな。だが言葉の通りになった。お前に何かあったら俺はあいつに顔向けできねえ。お前に聞きたいことがある。お前の態度を見る限りこの予告状を知ってるな。当然双葉が怪盗団に改心させられたことも知っていたはずだ。お前ひょっとして怪盗団ってのとなんか関係あんのか。最初の改心事件、お前の学校の先生だっただろ。うちにあの絵を持ってきたのも例の改心させられた美術家の弟子だよな。そこに来て双葉だ。事件の近くに必ずお前がいる。どうなんだ。Sorry for keeping quiet. Seigen じゃ犯罪者って言われてる連中だ。なんでそんなヤバい奴らと双葉を引き合わせた。違うよ。私が頼んだ。だから助けてくれた。私の心盗んでくれた。頼む。盗んだ。まさかこいつがお前を改心させた張本人っていう気か。つまり怪盗とつながってんじゃなくてこいつ自身が怪盗だって。冗談もいい加減にしろよ。 I'm a phantom thief。 まさかお前本当にお前が怪盗なのか。嘘だろ。総次郎、つまり俺は怪盗とやらを半年もかくまってたのか。しかも双葉まで。どうなってんだよ。私お母さんを殺した犯人見つけたい。殺したって。殺されたんだよ。私思い出したの。やめろ。なんで信じないの。総次郎も他の人たちと同じ。知ってたんでしょ。お母さんの死に方普通じゃないって。気づいてたんでしょ。お母さんの研究誰かに盗まれたって。総次郎、あいつが死んだ時確かに変だと思ったよ。妙に気なくせえってな。けど俺に何ができるよ。逃げるぐらいしかなかったんだよ。その果てがここでの隠居暮らしだ。お前を引き取ったのも要は自分勝手な罪滅ぼしなんだよ。お前が余計な苦労を背負い込んだのはほとんど俺のせいみたいなもんだ。別に総次郎は悪くない。偉そうに説教を垂れて子供相手に怒鳴ってよ、姉妹に慰められてちゃ世話ねえぜ。笑えるだろ。
That's not true. ていうか、悪いのは殺したやつに決まってるじゃん。そうか。安心しろ。お前らがもし本物の怪盗でも、突き出したり追い出したりする気はねえ。第一、そんな話誰が信じる。お前らが怪盗だなんて説明できるわけない。現行犯でもない限り無理だ。ただ一つだけ言わせろ。勝てない喧嘩からすぐに手を引け。うん、What do you mean? わからないのか。万が一、若葉をやったのと同じ連中を怒らしてんだとしたら、子供がどうこうできる相手じゃない。引き分けろ。いいな。もうこの話は終わりだ。飯にするぞ。大声出したから腹減ってしょうがねえよ。はあ、問答無用で通報される最悪の展開だけは避けられたが、けど今あったことはさすがに仲間にも話しておくべきだな。疲れた。What? He knows everything? You've got to be fucking kidding. Wait, are you okay? Did he report you or anything? We likely wouldn't be receiving these messages if Locker was not okay. I had a feeling that boss was no ordinary man. But he didn't recommend you to turn yourself in, did he? I think in that case, we can consider him a new ally. I'm more curious about what he mentioned to you.You mean how our enemy might be the same people who targeted Futaba's mother? Yes, she was killed by mental shutdown, the same method used by the culprit we pursue now. Wait a second, though. Didn't you say boss had to run from it all? Does that mean someone was trying to stop the news from getting out? Who could do that? Who do you think the culprit could be? A government official.Ain't you letting your imagination run wild a bit? It would make sense. Wait a sec. If you're right, then wouldn't the police be working for him too? That's not impossible. This is getting too big for me to even think about. Can we really win this? We're gonna win, no matter what. Mm-hmm. That's the right mindset to have.Mm-mm-mm. I guess the chief had an inkling after all. Let's check TV. On Discovery, town detectives. We are in Shibuya for the Wilton Hotel's super popular buffet. All the food's so good, it's hard to choose. This is the place to go when you splurge in Shibuya. I heard all sorts of celebrities and even political big shots go there undercover to eat. The man who everyone says will be the next prime minister goes there too.I'd love to try it out. Is that Shido? Yeah, we saw Shido there. Pardon me. Oh boy. Looks like we managed to avoid the worst possible situation. It's my fault. All this happened because I kept a calling card. That's fine. Let's go out. What a crazy day it's been. Let's just go and get some sleep. Alright, game. Alright. We'll save it up.I'm gonna save it up. Alright. Thank you for watching this rather long episode, I believe. It's fine. There's been longer ones, I think. And I hope to see you on the next one. Until then.